このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のみやです。ボイスロイドの絆あかりです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。破壊王、ガオガイガー対ベターマン、についてネタバレを抑えつつ、レビューしていきたいと思います。スパロボ30に参戦決定。では、ざっくりと破壊王の略歴について解説していきます。サンライズ公式でのウェブサイトや伊達文庫で2016年から2021年まで連載されていた公式小説です。作者は武田雄一郎。2018年から漫画版が連載されて、こちらの作画は藤沢直之。特筆すべきなのは90年代のロボットアニメ。勇者王ガオガイガーとベターマンのクロスオーバー続編なところ。ガオガイガーはスパロボにもニルファサルファダブル BXT に出てるわね。そして米谷監督作品としてガオガイガーと世界観や設定を共有するベターマンの続編でもあるよ。スパロボだとコンパクト3とクロスオメガにしか出てないやつ。スパロボ D とコンパクト3だったら D 買うじゃん。失礼。では、引き続き破壊王について、ある程度の概要や前提条件について解説していきます。この破壊王という作品、ガオガイガーファイナルとベターマンの両方履修済みという結構設定面では恐ろしい話で、ガオガイガーは最初のアニメが4クールで、ファイナルが OVA で8話分、ベターマンは2クール。だいたい7クールかかるじゃないですか。ただその分、ガオガイガーシリーズとベターマン両方を親しんできたファンにとっては、いろいろとスッキリする作品でもある。その理由の説明をする前に、今の銀河の状況を理解する必要がある。少し長くなるぞ。本当に銀河規模の話なんだよな。ゾンダー、原種、ミコト姉ちゃんといった強敵たち相手に、知恵と工夫と勇気で補いながら戦ってきた勇者王と GGG のみんな。ソウル11遊星士とかいう、やべえ奴ら相手にゴルディオンクラッシャーとかいうやべえ兵器を打ち込んで勝利。しかし満身創痍の GGG は、まず子供隊員である守るとカイドウだけ地球に送り返す。助けてバンプレイオス。大丈夫だ、ジェネシックには、ギャレオリアロードとかいうツールがある。これで帰れる。だが、ギャレオリアロードでこじ開けてしまったところは、ザ・パワーとかいう気力300にする素敵エネルギーの原液に満ちていた。懐かしのアリアハード。だがザ・パワー改めトリプルゼロは思った以上にヤバいエネルギーだったのだ。ザ・パワーことトリプルゼロに侵食されると倫理観をねじ曲げられ、宇宙の摂理のために知性体を滅ぼす存在になり果ててしまうのだ。初代スパロボのギルギルガンが放つ怪電波みたいな。破壊の眷属と化して、人格はそのまま日生体を滅ぼす存在になり果てていく勇者たちと戦死。だが勇者王のガイ兄ちゃんだけは、ザ・パワー改めトリプルゼロの倫理観汚染に耐えることができた。一方、20歳になった守るとカイドウは、勇者たちと戦死を救うべく、サルベージ作戦を行う。あとベターマンのヒノキさんも GGG で働いている。ケイちゃん。破壊の眷属として、宇宙の摂理のために倫理観を歪められた勇者たち、戦士を止めるために戦う守るとガイたち、そして謎の勢力である、ベターマンことソムニウムも、トリプルゼロを警戒しながら、ガイを元凶なりし者、と呼ぶ。しかしベターマンは、アルジャーノンとかいう奇病でできるアニムスの実を食す生き物。なぜベターマン、ラミアは、ガイ兄ちゃんを敵視するのか。破壊王とは何者か、破壊の眷属と化した勇者たちと戦士を救うことはできるのか、そしてケイタはヒノキとの結婚資金を貯めて住居を確保できるのか、どこまでやるのか、そこが難しいのよね。ちなみに上界でトリプルゼロは治療できる。ほんとつくづく、ガオガイガー世界の宇宙は守るとカイドウが地球に来なかったら詰んでるわね。とりあえずネタバレを避けたいので、ロボット面での見どころを語っていこう。まずガオガイ王こと、覚醒人、ガイ王だね。スパロボ 30PV でも見るけど、基本的には20歳に成長した守るとカイドウが乗り込むよ。もともと、覚醒人、ニューロメカノイドは、ベターマンに登場したロボット。もともと、
ベターマンの覚醒人1号は、ロボットとして戦力面では、あんまり活躍の機会がなかったっていうロボットなんだけど、ガオガイ号は、ガオーマシンを流用しているから、ガオガイガー、ガオファイガーの系譜である勇者スーパーロボットだよ。ついに、マモルが、カイ兄ちゃんと勇者ロボに乗って、肩を並べて戦えるように。ちゃんとブロークンマグナムやヘル&ヘブンといった、おなじみガイ兄ちゃんの技を使えるのだが、覚醒人の必殺技でもあった、シナプス断撃も使えるのが、覚醒人とガオファイガーの愛の子っぽくていいよね。シナプス断脚、うっ。ちなみにシナプス断撃派、むしろ主人公コンビよりも、年長者カップルの柳さんと楓さんのティランと呼ばれる機体が印象的だね。楓さんによるファイナル、シナプス断撃派、ベターマンにおける最大のインパクトがある必殺技なので、ぜひ見てほしい。人の心解かないんか？ちなみに柳とヒノキの子供も、破壊王で登場するので安心。キャンディーが育てた。なんで両親に育てられなかったんやろな。ガオガイ号に話を戻すと、基本的にメインパイロットが守る。サブパイロットがカイドウなんだけど、元がニューロメカノイドなので、ベターマンヒロインのヒノキとサクラも、状況に応じてサブパイロットをやれたりするんだよね。カイドウが負傷したり、上界に専念させたりする時とか、サブに回ることがある。なんならニューロメカノイドに乗る才能はある。ベターマン主人公のケイタも、一応ガオガイ号に乗り換えられるよ。その結果どうなったのかは、原作で見るか、スパロボ30で再現されることに期待してね。次に紹介するのは、覚醒人 V2 だよ。どちらかといえば、ベターマン寄りのロボットよね。てんやわんやで、ケイタに渡ることになるよ。サブパイロットでヒノキも乗れるよ。ベターマン本編の覚醒人1号は、ぶっちゃけあんまり強い印象ないけど、V2 は勇者たち、戦士と並び立てる主人公補正を獲得しているよ。やっぱエンフレしてるわよね。ヨネタにワールド。ちなみにスパロボコンパクト3の覚醒人1号は、修理と補給の両方持ってたり、ケイタ、ヒノキ、サクラの3人乗りだったり、サポート系だったよ。ヤルダバオト短期でクリア余裕なんだよな。次はガオファイガーさんだよ。パイロットはいつものガイ兄ちゃんだよ。安心感のあるガオファイガーさん。帰還したガイ兄ちゃんがプロトタイプ、ファントムガオを使ってガオファイガーにファイナルフュージョンするよ。ちなみに赤松社長のイボ兄弟であるルネさんが、正気に戻った後にガオファイガーに乗り換えるよ。キングジェイダーに引き抜かれそう。ちなみにガイ兄ちゃんは、後半、初代ガオガイガーに乗り換えるよ。北極ライオンをどこで確保したかは、本編見てね。やっぱり、初代ガオガイガーは最高やな。ちなみにジェネシックさんには、破壊王では基本的に乗って戦わないよ。もともとインフレしまくりなんだよな。ついでに言うとゴルディオンクラッシャーも、アベルちゃんやパルパレイパさんたちの気持ちがわかるような使われ方するよ。怖い。そして最後のガオガイガー。ファイナル、ガオガイガー。ガイ兄ちゃんをメインパイロットにして、守る、カイドウ、ルネ、ミコト姉ちゃん。そしてベターマンのケイタとヒノキを乗せた精神コマンドの塊だよ。存在そのものがネタバレだけど、やはり最後の集大成だからね。ファイナルガオガイガー。そしてもう一つの勢力。トリプルゼロに抗いつつも、人類の敵か味方かわからないソムニウム、ベターマン、たちの存在。ベターマンたちが合体したベターマン、カタフラクトこと、ベターメン。ベターメンは流行らない。ちなみにベターマンを、スパロボに例えると、忍者戦士飛びかけだよ。あいえーえ。忍者マンで。忍者マンで。どうも、破壊王スレイヤーです。俳句を読め、勇者王、さん。で、なんでベターマンたちが、忍者なのかというと、コンパクト3で最後まで味方 NPC だったからですね。多分、スパロボ30でも、ベターマンたちは放っておくと経験値、資金を人類から奪っていく忍者の可能性があるよ。でも破壊王の新ベターマン、シャーラちゃんは、可愛いからね。しょうがないね。可愛い。そしてもう一つ、ベターマンが忍者なのは、ガオガイガー及びガオガイ号と合体して共闘することがあるところだよ。飛び影さんも、
ジョブたちのロボと合体するしね。ベターマンたちは、無双ガオガイガー及び無双ガオガイ号として、共闘融合することもあるよ。でもベターマン側の主人公であるラミア兄さんは、ガイ兄ちゃんを、元凶、と呼んで警戒するよ。なんでなんやろね。なんでだろうな。ベターマンは謎の第三勢力だけど、敵か味方かわからない立ち位置として、かなりインパクトを与えてくれそうだね。他にもいつもの感じで、シンメトリカルドッキングする、月竜と日竜姉妹、ボルフォックの後輩ロボの、ボルコートなど、仲間もちょっとは作られてるよ。ビッグボルフォックだ。守る隊員が20歳に成長してしまったビッグボルフォックに悲しき過去。己トリプルゼロ。とまあ、ネタバレを抑えつつ、ざっと気になるロボ、忍者を紹介してきたけれども、やっぱ本作は、インフレしきった勇者たち、戦士が、敵に回るという戦力的な絶望感に勇気と知恵で抗う展開。そして何より、GGG と桜を取り戻す戦いでもあるということなんだよね。GGG は別宇宙に取り残され、桜は眠り続けた。それがガオガイガーファイナル及びベターマンのうちで、ちょっとビターエンドっぽさも残るエンディングだった。でも本作はきっちりとガオガイガーとベターマンの物語、因縁に決着をつけてくれるからね。これでも、ガオガイガーサーガの途中ではあるようだけど、勇者シリーズ全登場とか、そういう方向なのよね。何にせよスパロボ参戦おめでとうございます。ということで、さようなら、夢のかけら。